あぜた瞳は、日本の女優。本名、同じ。大阪府出身。大手前大学メディア、芸術学部卒業。FMG 所属。京阪電気鉄道イメージキャラクター5代目、お京阪。小学生の時に、兄が出演する CM の撮影現場に同行して、楽しそう。 自分もできればいいなと憧れを抱き、高校時代に友人が出演する舞台を見て演劇に興味を抱く。舞台について幅広く学ぶために、大手前大学のメディア、芸術学部に進学し、アニメ、建築、デザインなどの数ある専門分野の中から映画、演劇を専攻する。大学在学中の2012年に父が持ち帰った応募用紙を見て、 人前で自分を表現することに、もともと興味を抱いていたことから、ダメでもともとと初の公募となる、京阪電気鉄道沿線を PR する、イメージキャラクター5代目、お京阪に応募。1801名の応募者の中から、書類、面接選考を経て、最終候補者の6名に残り、一般参加のウェブ投票では6名中の4位だった、ものの最終選考会で、 チャレンジする女性を感じさせる、明るさと、元気さ、素直さや世代を超えて愛される好感度などが評価、されて、5代目、お計班の中野島稽子に選出された。11月15日より放送の CM を皮切りに、3年間に、わたって、CM ポスターや京班電鉄沿線で開催される、イベントに出演した。大学在学中より、NHK 連続テレビ小説。 朝が北に出演するなど女優として活動を開始。2016年3月に大手前大学メディア芸術学部を卒業した。NHK 大阪放送局が制作する連続テレビ小説に朝が来た別品さん、ワロ天下、満腹と4作連続で出演して存在感を発揮し、BK 五葉達女優としてさらに大きな役ろでの出演も期待されている。 2013年身長 163cm。スリーサイズは B81cm、W64cm、H87cm。靴のサイズは 24.0cm。特技はトランペット。趣味はギター、歌を歌うこと。中学、高校と吹奏楽部に所属し、トランペットを担当。中学3年の時にマーチングバンドで、 全国大会に出場。高校の時にも全国大会に出場している。ありがとうございます。